聖堂の彫像典は、前漢時代の紀元前3世紀頃から、雲南省東部の天地周辺にあった、天神による西南恵比寿の国。中国では、天の字は、マスの意味も持ち、その場合は、天魚といったように読み方が異なる。後に、雲南省の別省となり、さらに、北洋軍閥の文化の一つ典型や典劇など、雲南省のものを表す用法も発展した。 現在の中華人民共和国においても雲南省を天と略す。その将軍層が遠征した時に旗によって帰郷できなくなり、やむなく建国したとされる。紀元前109年に全館の武帝の攻撃で続国になり、液州軍の統治下に入った。天王の印、進宗ね県の石採山の遺跡からはこの時代のものと思われる、青銅器や、 天王の印と書かれた印鑑などが発掘されている。西島貞夫はこの天王の印と日本の福岡県で出土したカニや厚国王印とが形式的に同一であることを指摘している。以下は高遺力の著、天国史から整理した。文字資料が不足しているため、大部分の天王坊の主はその本名と年代を確認することができない。章。 M33 シュ M12 シュ M3 シュ M13 シュ M71 シュかつて100百僕と考える研究者が多いが確定していない西島貞夫、を山大国と和国古代日本と東アジア吉川博文館1994年88ページ ISBN4 から642074104ありがとうございます